イタリアカサマツの内洋木の葉、ナリキの葉、右イタリアカサマツ、英名としてヨーロピアンナットパイン、イタリアンストーンパイン、アンブレラパイン、パラソルパインはマツカマツ属のピンネアやアセツの常緑鉱木。ナリキになるとカサ状の外観になるのが特徴。実は食用となる。原産は地中海沿岸でヨーロッパ南部、イスラエル、レバノンとシリアなどにも自生する。 北、アフリカやカナリア諸島や南アフリカ及びニューサウスウェールズ州にも移入されている。中でも北アフリカへの移入は数千年前とされる。松の実が食用となるので期限前より栽培されていたが、園芸目的で公園や庭園にも植えられるようになった。王立園芸協会のガーデンメリット賞を受賞している。ホームセンターで 全長15センチメートルほどの苗木が園芸用に販売されているが、本来は非常に大きく育つ樹種である。老木になると途中の枝が失われ、先端の枝のみが茂ゲリカ状となる。アンブレラパイン、パラソルパインの別名は、その成長した老木の外観による。なお、高山木の英名がジャパニーズアンブレラパインであるが、本種とは無関係である。 イタリアカサマツは有史以前より北アフリカの湿潤な地域に分布していた。現代のモロッコ、アルジェリア、チュニジア、リビアに相当する地域が該当する。スペインとポルトガルには広く分布し、フランス南部の地中海沿岸及びイタリア南部、クロアチアとアドリア海に面したギリシャ南部沿岸部やトルコの西部にも見られる。シリア、レバノン、イスラエル北部では、 南アナトリア産地に落葉樹との混合林が確認されている。南アフリカの西ケープ州では17世紀後半にフランスからの入植者によって種子が持ち込まれ植栽された。高さ25メートルにまで成長することもあるが多くの個体は12から20メートル程度の高さである。若木のうちは密に葉が茂るが成長する時の上の部分に平坦な王冠状をないし傘状に 枝と葉が茂るようになる。その直径は8メートル前後にもなる。樹皮は赤色を帯びて厚く、縦方向の深い亀裂が多数生える。葉は柔軟で青緑色をしている。5から10年までは短い葉が生えるが、4年目くらいから全く形状の異なる長い葉が生えるようになり、10年目くらいで完全に葉が置き換わる。9か 実は卵型で成熟すると大きく広がり8から1 5センチメートルのサイズとなる。本種の休暇が成熟するまでは年月が必要とされ36ヶ月も必要である。一つ一つの実は2センチメートル程度の大きさであり、4から 8mm の翼がついている。この翼は種子を広い範囲に散布するためには役立っておらず、種子の散布は主に人間を含む動物が担っている。 少なくとも6000年前には食用に栽培されており、重要な物々交換の品目となっていた。そのため本来の生息地域を超えて、様々な地域で栽培されるようになった。イタリア式庭園では、本種は景観の用として重要である。また、イタリアでは、ローマ街道やアッピア街道で本種が街路樹として植えられており、歴史的なイタリアのシンボルとなっている。 鉢植えや盆栽としても利用される。一年目の洋木、高さ20から30センチメートルは、卓上の実にクリスマスツリーとしても流通する。1990年代後半に、アメリカ西海岸からイタリアに輸入された木材に、紛れて、松ヘリカメムシが侵入し、芝叩く間に、ヨーロッパ全土に被害が拡大した。松ヘリカメムシによって、旧家の発育が阻害され、 形成不全が起こる。これによって、イタリア国内の多くのイタリアカサマツが枯れ、原生林が失われた地区もある。ありがとうございます。